納車おめでとうございます。ありがとうございます。意外と早かったっすね。ゴールデンウィークに何とか間に合いました。秋に注文11月に注文。何エディション S じゃないやつ。あ、 S じゃない、普通のやつ。普通のやつ。ここをオプションでブーツカバー追加したんだっけ。ブーツカバーとフォークカバー。かっこいい。白レーブル人気ないらしいけど、かっこいい。うん、一番人気ないよ。一番人気ない。これが1万円ぐらいで買ったコミネじゃねえや。デイトナーの。デイトナーか。うん、バッグ。パドルバッグ。なるほど。で、ヘルメットがつかなくなるから、ヘルメットカバーを、ヘルメットカバーじゃねえ、ヘルメットステーを増設したの、ここに。そこに付けた。もう2000円ぐらい。もう2000円ぐらい。どうですか、納車された感想は。最高です。最高だそうです。ちょっと音を聞いてみます。短気筒だけどいい音するね。うん、結構鍵、あそこなんだ、珍しい。普通のと違う。じゃねー。こうやって畳んで、おー、すげえ、すげえ、うん、へえ。してこれ、そしたら衣類とか入れても濡れない。そうそうそう、濡れない。おお。まあでも容量が、これは12リッターなんで十分じゃん。そんなにあんまりいっぱいは入んない。まあちょっとした。でも着替え入るし。ちょっとしたもの、うん、最低限入ってる。そんなロングツーリングしないんだったら、うん、ロングツーリングするんだったらこれもう片方にもつけりゃいいし、うん、片側も。そして貴重品とか入れた時はちょっと。心配になるんで、これを鍵がここのところでできるよ。ちょっと容量がいるんだけど、ここね。ここがね、なんかかか重なるみたいな。こう。おお。で、あ、じゃあちょっと、うん、こうかな。ジャケットとか入れといた時も。これをしとけば。心配ないんだ。開けられない。3つの番号帳だから。ああ。これは同じ、ここのバッグメーカーと。ヘンリー・ビギンズっていう。これはついてたの？これは、買ったの？1000円くらいかな。ここで、この車体にこう、つけとくと。なるほどね。うん、使うときはね、出す。ランはまあ。